棚橋博士、ずっと俺の先を遥か彼方前を走ってる棚橋博士、すごいすごいとはずっと思ってた。でも緊迫感のある試合の中で僕が棚橋さんにこけしやろうっつった、それに乗ってくれる棚橋博士、かっこよすぎるっつうの、ありえないっつうの。そんな棚橋博士を俺はずっと追いかけていきたいと思います。新日本プロレス本体の、やっぱりパワーダウンを感じる。それは怪我人もあったし、毎年一つずつ年を重ねていくことであったり、これから若い選手がヤングライオンがどんな姿に成長していくのか、もちろん見てたいし期待したいし試合もしたいけど、今2018年10月19日現在、権利を倒せるのは俺しかいない。ケニーを倒すレスラーが育ってくるかもしれない。でもそれは未来のお話。俺は今だ、今しかねえよ。よし、